こんにちは、チョメです。今日はキノコカップ、フラワーカップ、スターカップ、スペシャルカップ、それぞれ1周ずつ走る感じでまとめやっていこうと思います。ではまずキノコカップから。ルイジーサーキットに関してはマリオカート7でもねリメイクがされております。でここのところにね気球が降りてくる感じになってますね。でトゲゾウが必ず出るみたいな感じで、マリオカート64に関しては8位で赤コーラが3つとかで、こことかで普通にショートカットとかで、ここの方上のところあれと違ってマリオカート7と違ってないですね、アイテムとかでトンネルとかがあります。この右のところも本当はあるんですけどね、マリオカート7は、まあ、それがないですね。アイテムボックスとかはねここに本来はあったここはちゃんとあるみたいですねでこの64っていうなんか風船っていうかモニュメントがあります。ほら2周目からあの気球があるから、この気球だけちょっと撮ってみましょうか。ここになんか普通になっていうんだろう、影があるんだよね撮ってみましょう。ここは必ずトゲゾウになってますねこんな感じで結構無敵で、トゲゾウもう1個撮れるんじゃないかな。はい、ダブルトゲゾウですちなみにトゲゾウこんな感じで当ててもね、背中に後ろにつけてたらね結構何回でも当てれるから、妨害とかもこんな感じでね、強いでしょ。ヨッシーとかいじめたりとかもできますね。モーモンファームはね最短コースになるのかな、ただ右に回ればいいだけですね。牛さんとかがこの柵の外側にいますね。こんな感じの牛をね飼ってるみたいですね。放牧されております。でこのチョロプーとかが出てきますね。ここちょっとぶつかってみましょうか。こんな感じに被弾をしますね、いきなり出てくるからね。じゃあちょっと回ってみましょうか。看板もあるね、マリオカンブリルイジー .com みたいな、 .com じゃない .jp みたいな感じか。アイテムボックスはこんな感じですねスターは強いみたいな感じで、最後にこの立橋みたいな、立橋とは違うけど高速のやつを取って2周目ですね。じゃあ次のコースやっていきましょう。ここのノコノコビーチに関してはマリオカート7でもリメイクされております。で最初のアイテムボックスも同じですね。右と左分かれてるっていうのも同じ。7だとこっちに行く人が結構多いけど、もう64だったらこっちに行く必要はないですよね。でこんな感じで行って普通に、でここも7とうまい感じになってる。ただここの真ん中あるでしょ、ここ入ってもダメです。64の場合は海なので落とされちゃいますね。ちなみにこっちの方だったらショートカットができます。カニさんがいるんだけどね。で他にはねこっちの方はジャンプ台みたいな感じになってますね。ここでここうまいこと言ったらショートカットできるみたいな感じ、失敗したらこんな感じですね。こんな感じに行ったらショートカットみたいな感じですね。ついでだからこっちの方も見せましょうか。まあ安全策で行きたかったらこっちですね。で先に進みます。トゲゾウが出たんだけど、ここの上のところもトゲゾウが必ず出るボックスがあります。ちょっと動画でどうぞ。はこんな感じで上取ったらトゲゾウが必ず出るアイテムボックスになっております。まあ、キノコでも取れますね、トゲゾウのやつは。ちょっと取ったところだけ動画にしました。で下とかでここショートカットしたらここの滝のところから出てくる感じですね。でこんな感じに行って、まあ、コインの概念がないからね、この下とか別にコインはないみたいな感じですね。ここはアイテムボックスがあります、まあ、そんな感じです。カラカラ砂漠に関してもマリオカート7でリメイクされております。マリオカート7だったらこの左のところに普通に上がってアイテムがあるんですけど、64バージョンではないですね。で汽車にぶつかってみましょうか。みんな突っ込むのかな人身事故が起こっております。スター持ってたらここ左に行ってからね、逆走してからショートカットするっていうのもありますね。でこっちの方にもないですね。7でリメイクされた時にできた感じですね。
アイテムのやつとかはまあ普通にちゃんとある感じですね。こことかオスターが出たのでちょっと使ってみようと思います。ここ普通に走れるんだけどどうなんだろう。ここ普通にドリフトしていった方が早いのかな、まあ、こんな感じですね。7で結構見てるからさ、ここはそこまで見せなくてもいいかもしれないね。キノコとかあったらこことかはまっすぐ行ってもいいかもしれない。でここもちょっとないよね、ジャンプアクションのやつが。はい、じゃあちょっとスターのやつを見せます。あっという間に終わっちゃうからね。普通の道歩こう。ドリフトはこんな感じでやるんだけどね今回はやってないですけどね。ちょっと左に入りますよ。ここはねこうやって入るでしょう。でジュゲムさんが逆走のやつを出してくるでしょう。そしたらこうやって後ろに行って、まあ、ここでもスター使っていいかこんな感じで行くと回れるというで一気に1位になれるという、そういうねバグがありますね。ブブー盗めない時もあるみたいです。でゴール。次フラワーカップやっていきます。キノピオハイウェイに関しては 150cc だったら普通に走ってるんだけど、おまけだったら車が向かってくるみたいな感じになります。まあ、動画の最後っていうかこれの最後にちょっとおまけもちょこちょこっと見せて終わろうかと思っておりますこんな感じですね。左にアイテムがあるみたいな感じ。これはどっかでリメイクとかはされてるのでしょうか。8デラックスにもなんか似たようなコースあるけど、あれはちょっと違うのかな。でこんな感じに普通に走るコースですね、車に気をつけながら。でこっちのアイテムを取っていくみたいな感じ。赤コーラってとここれはウトンキーの背中でも取る、結構取るの難しいからな。車に当たってみるか。こんな感じにフラッシュします。トゲゾウが出たで結構事故多発みたいな感じで、バナナ引っかかって B を押すと大丈夫みたいな感じもありますね車の下とかも普通に行ってる、同じ車がいっぱい走ってますけどね。まあこんな感じでゴール前にもここにアイテムボックスがありますね引かれちゃった。またじゃあちょっとねおまけを見せますね。でその次のコースやっていこうと思いますね。でこれで1周ですね。この間を通るのか、間車間距離がもう通れんよな。これがおまけのキノピオハイウェイです。全ては走らないけど前からこんな感じで車が来ております。なんか変な感じだよねだからすごく難しいんですよこのおまけのやつ。まあ慣れたら簡単かもしれませんけどね。はい、こんな感じでした。次は雪だるまがいるコースですね。ちょっと2周目からやろうと1周目下った、このヨッシーの石像とかさいろいろ紹介してたらさコンピューターとめちゃめちゃ差がつけられた。でわざと雪だるまにぶつかってみたりとかもしましたね。でここにも跳ねるところがありますねこんな感じで。でマリオのこれベビーマリオかな、そうで雪だるまに当たったらなんか今みたいな感じで上に行きます。ちょっと当たってみましょうか。1周目と同じことしてるけどね。でここのところはちょっとキノコで行こうと思ったらここね戻されちゃいます、ジュゲムに。こんな感じでなんかここはねあまりおすすめしません。で雪だるまの目の前に降ろされるという、まあ、こっちだったらねなんとかまあこの辺を狙っていけばできるみたいな感じでキノコでやって、で最後にこのアイテムボックスがあって勝負するみたいな感じですね。ドリフトとかしたら早いですよこんな感じで。ちょっとドリフトをしないでやってる感じだけどね。でこんな感じでゴールをします。じゃあ次のコースやっていこう。でバグみたいな感じこっちの方にあるんだけどね、今回普通に走っております。次はねチョコマウンテンですね。昔このチョコマウンテンってチョコでできてるのかと思ってた。マジで本当この辺全部チョコレートでできたねコースかと思っておりますよ。音楽もすごくいいよね、みんなを追いかける感じで狭い感じだけどね。トゲゾウが最初から出ちゃったな。でこんな感じでやって、なんかこれが目玉みたいな感じでね。ショートカットはね2種類あるね。手前すごく手前で頑張ってやるところと、まあ、ちょっと今回は簡単なやつをやろうと思っております。マイドさん邪魔ですよ。キノコ使う？ここで できるのはできるんだよね。ここのところ150だったらできるちょっとショートカットを見せますね。ここのところですね。ほいね、上がれます。もうちょっと手前のこの辺からとかでもね上がれますからね。こっちでリアルタイムアタックでやってる人は上がってる人もいましたね。
でここ上がらないで、何やってんのルイジさん、ルイジさんは言ってる、ここ落石注意ですね。じゃあ50とか100だったらちょっと速度が足らないかもしれない。50だったら柵がありますね。潰されてるヨッシーさん、ここ私もちょっと潰されたかったんだよね。こんな感じに潰されます。でちょっと先に行って終わりましょうか。だから150だったらこうやって上上がっても速度出しすぎたら左に落ちて、あやばになっちゃうからね。 50cc だったら柵があります。で最後にこの2段3段ジャンプでゴールで終わりみたいな感じですね。こんな感じでいったらね、簡単ですよ。最後はマリオサーキットですね。ここも赤コーラとかでショートカットができます。やっていきましょうか。赤コーラ8だったら引けるんだけどね、ちょっと引いてみる。スターだった。なんかね、この辺だったかな、なんかどっかでね赤コーラに当たってバーンっていったら一気にねショートカットができるところがあります。でここのところもなんか通れるんじゃなかったっけ、これは64だったっけ、ここの間のところでキノコで行くみたいな感じなんかありましたよね。パックンフラワーにぶつかりとかも破れます。ちなみにパックンフラワーに当たったところもちょっと見せたかったけどね。土管とかはこんな感じであります。でこれで一周みたいな感じです。最後ぶつかってみたい、パックン、パックンぶつかりたかった。最後パックンフラインぶつかって終わりましょうか。うわ食べられちゃった。なんでそれじゃないよ、私が思ってたのクラッシュするんだけどね。こんな感じですね。スペシャルカップやっていきます。マリオスタジアムに関してはショートカットがあるんだよね、最初のところとでゴールのところ。ちょっとまずはね普通に走ってみようかと思います。すっごい時間かかっちゃうと思うけどね。マリオの顔が見て、ほら外側ずっといますね。この先にアイテムボックスがあったような気がする。これは何かのゲームでリメイクされたのでしょうか。なんか8デラックスにあったような気もするけどないような気もする。でドリフトとかしていってもいいかな。私ちょっとドリフトとかしないで今やってるけど見やすいようにキノピオが赤コーラで潰しに行きましたね。ドリフトするとどうしても速くなってね、景色がねうまい感じに見えないからさ、こんな感じにヤッホーってなってね、なんか斜めになるでしょ、ドリフトしたら見づらいかなと思って普通にこうやって走ってるんですけどね、うまい感じに。あまりカメラワークをギュッてやってて、これ見てハイビジョンみたいな感じで前映っておりますね。ここが下になってて上から落ちることもあるからね、バナナとかも気をつけないといけない。この後とおピーチはあれですね、テレサで消えたみたいな感じですね。まあここですよね、バナナとか引っかかったりとかしたらダメみたいな感じね。ここでここの目の前のところも一応ショートカットができるのはできますね。おどりコーラかドリフトしないでやったらこの辺とか難しいね。じゃちょっとショートカットをやってみようと思います。できるかな、まあ、ここで普通にね、まあドリフトしなくてもできるんだけどね。うわドリフトしなくてもできると思う。こうやってまっすぐ行って、まあ、今ドリフトしちゃったんだけどね。であともう一個がここのところでうまいことやったらできるんだけど、ちょっと成功したところを見せましょう。できました。こんな感じですね。で最終ラップになります。ここはこんな感じ、茶色いところがいいかもしれませんね。次シャーベットランド、ペンギンとか、まあ、氷の世界ですね。これ落ちたらねカチコチになります。ペンギンに当たったらスリップしますね。普通に走ピーチがペンギンと戦ってた。でここを普通にこうやって跳ねてやってもいいよね、こうやってドリフトしながらとか。これ右と左ありますね。左にもアイテムボックスがあります、まあ、右にもね同じくこんな感じでありますよ、アイテムボックスが。ちょっとごめん40秒ちゃん。これウィーにってリメイクされた感じがあるんですけどね。でここはペンギンが回ってる感じの、当たってみましょう。体当たりでペンギンに当たれないか、ちょっと当たりたいんだけど、ペンギンさんに当たりたい。当たるとこんな感じ。ピンピンピンって言ってる。あなんかスリップしたイメージがあるんだけどね。
最後もなんかペンギンのスライディングみたいなやつが、この子がいますね。ちょっと当たってみましょうか。で、スリップしますよね。入ったら、こんな感じで、強制アイテム解除&氷みたいな感じになって、カチコチになっております。まあ、うまい感じで A ボタン押したらね、今みたいな感じで走れますね。じゃあちょっと次のコースやっていきましょうか。次はね、ビーチサーキットです。これはね、お城に入れるんですよね。お城っていうか庭ですね。それもちょっと見せていけたらなと思っております。まずは普通に走っていきましょう。こんな感じですね。これもなんか8デラックスになかったですか、リメイク。パックンフラワーとかあるね。この右のところに行って、なんかどっかで見たことあるぞ、ここのコース。で、この右行ってからさ、左のところの、ここにアイテムボックスが確かあったよね。ここ、ここ。ミスクして。今回はこんな感じで、パックにぶつかるとこんな感じになります。ここにアイテムボックスがあるから、こっちを取っていきましょう。赤コーラ3つか。で、一応ここもね、ショートカットがありますよね。この左のところに行くルートも。ありますし、まあ、あまり使わないよね。あまり失敗した時のリスクが激しいから。でこの右のところがピーチ状ですね。これちょっと後で見せようと思っております。でこんな感じに行って、スターもあるね。赤コーラあったら、まあ爆笑とカットみたいなのが確かできるんだよね。この上に乗るんだったかな、うまい感じ。赤コーラ投げて、なんかそんな感じだったような気がするんですけどね。じゃあ右のところ見せていきましょうか。ここは表彰式の時に使われる感じですね。こうやっていって、ここで表彰をされる感じで、ここお城本当入りたいんだけど入れないというね。でもこういうギミックがあるのすごくいいよね。で左行ったら池とかがあるから、ここ落ちたらね、親切みたいな感じですごく戻されちゃうからね。こんな感じにね、ピーチ城の庭行けますよみたいな感じですね。で、落ちたらちょっと迷い込んでるから、外までこんな感じですね。で、またこうやって行ったら遊びに行けるみたいな感じですね。じゃあちょっと次のコースやっていこうと思います。左はちなみにこんな感じですね。はい。ほら、こんな感じにショートカットができます。あと、ここも見せたいですね。ちょっとなるべく左のところ。で、この茶色い部分、うまい感じに行くと、今は失敗だと思います。もうちょっと左のとこ、あ、うまくいきました。こんな感じにショートカットができます。次はね、クッパキャッスルやっていきます。クッパの像が目の前にありますね。で、ここ橋渡っていきます。この炎は確かね、当たらないと思う。ただの脅しみたいな感じで、ここにね、最初アイテムボックスがねありますね。土下座を引いちゃった。で、ドッスンとかがいます。で、ここなぜかね、封じられしドッスンみたいなのがいますね。何か悪いことをしたのでしょうか。で、こっち私が行くと、こうやってドッスンがいきなり動き出して進路を塞いでくるみたいな感じで、150だったらこうやって3体います。ちょっと潰されてみましょうか。ここが潰れる判定でしたね。何度も何度も潰しにかかってくるみたいなドッスンさんですね。で、先に行くと、ここね、右と左に行ってる感じのドッスンさんがいますね。いろいろ遊んでたら追いつかれちゃう。で、こっち行ったら橋みたいで、これマグマになってるんですね。落ちたらこんな感じで、この先の絵もちょっと見せたいんですよね。変わるんですよ、絵が。私、あ、そっかそっか、ほらほら、何の絵です、あれ。クッパになってるけど、そう、クッパの前、これクッパなのか、普通に。なんか私、なんか違う柄かと思ってた。これクッパの柄が変わる感じなのかな。いや、遠近法みたいな。ほら、なんかこうやってやったらさ、なんかサングラスかけたさ、スーツのおじさんに見えないですか？私だけですか？なんかずっとサングラスかけたスーツのおじさんに見えてた、私。あのクッパの、今のやつが。でも、ちゃんとクッパのやつだ。目が悪いのかもしれません、私が。私ほんと絶対、あのカービィに出てくるカスタマーセンターって知ってますか、あのキャラクターかと思ってましたね。で、最後行ったらこんな感じでやって、アイテムがあって、まあ、最後に右行って一周みたいな感じですね。はい、では次はスペシャルカップやっていきます。
こんな感じに和牛を使ってみたんだけど、体当たりすると相手をねスピンさせることができます。そこが重量級のね強いところですね。キノピオ、クッパさんはこの同じ重量級だからスピンさせることができて、これはちょっとまっすぐ行きますね。本当だったらちょっと左の方に行った方がいいんですけどね。私この辺で落ちてましたね普段は。でこのなんて言うんだろう、コースから外れたらさ変なのが飛んできます。戻りなさい戻りなさいみたいな感じで戻されちゃいますね。で強いね。ドリフトしたらこんな感じだけど、今回はドリフトしないで普通にこうやって見せていこうと思って回ります。でトゲゾウもね一応装備できます。何でもやってるけどね、これさ思ったんだけどさ、すっごく思ったことがあるんですよ。ここトゲゾウ持ってからさ、ここずっといたらどうなるんだろう。下で耐えたりとかされたら困るけど、でこんな感じでさ妨害みたいな感じ。まあ前にちゃんと行くといえば行くの感じか。ドンキーかわいそうに。でここもね奥の方からこうやって行くんだけど、途中のところこの辺登れるからね。でここでゴール入ってもいいんですけど、この辺でキノコ使うとバグショートカットができます。キノコなしでも行けるんだけど、キノコがあると簡単です。ただこっちに落とされたら失敗です。これできないよな。こんな感じで、ね、1位になって一周回れたりとかするんだよね。これリアルタイムアタックでもできてる。でここ落ちたら成功みたいな。こうやって左に行くことで、ね、早く行くことができますね。ここですね。こうやって上がっても OK ですからね。こんな感じでね。次はヨッシーバレーですね。いろんな道があります。でここねいろんな道があるので、ほら順位とかがわからない感じでハテナになっておりますね。これスペシャルカップ実況でもやったんだけどね、多分一番早いのはこの左でこのモグラルートをね行くところなんだけど、スリップしちゃうね。でも昔はスリップせずねうまくいけたんだよね、ドリフトしながらとか。でも私今もう下手になっちゃったから、こんな感じでやられちゃった感じになってるけどね。であともう一個できるのが、ここのところをね左に行ける感じですよね。うまい感じでジャンプしてやったら、ちょっとドリフトしないときついかな。でここに落ちてうまい感じに行ける感じで、ちょっと卵に潰されてみましょうか。ここキノコがあったらショートカット一応できます。潰されたらこんな感じです。ラスターか、アイテム取っていこうか。こう卵にちょっとこう跳ねるんだよね、こんな感じに上にね。面白いでしょ。で先に進みます。パワフルダッシュキノコを入手しました。これうまくやらないとできないんだけどね。まずここを通りますね。でこの左の方だったかな、もうちょっと左行きすぎちゃったかもしれないな。ダメですよね。うまいことやったらねいけるんですけどね。でこの右のルートはこんな感じですね。左行ったらこのモグラのルートとかで、右のところは一本橋の橋みたいな感じの、あこっちも安全でいいかもしれない。多分モグラがこんな感じにこっちにもいますね。スリップしますね。こんな感じかな。ね、ここはこんな感じでいけるんですよね。バナナは危ない、 B で大丈夫みたいな感じでね。で他の道左の方行くとこの細い道になります。これマリオカート8デラックスだったらここの道通るのかな。で右の方からも来れるみたいな感じ。これはまた後で紹介します。めちゃめちゃ長い道になっておりますね。これちょっと先に行きましょうか。で右のルートが一番長い感じになっておりますね。こっちすっごい遠回りになっちゃうんだけどね。行ってみましょう。でここでも分岐が一応あるのはあるのかな。こう落ちれるみたいな感じなんですよね、ここのモグラゾーンのところに。で先に行ったら先ほど細い道橋渡ったところの先に着きますみたいな感じで、でこうやってやっていける、まあ、通らない人はいないと思いますがね。でこれで以上になりますね。次はねヒュードロ池になります。ここが難しいと感じる人もいるんじゃないでしょうか。こことか普通にドリフトしながらジャンプして行ってた記憶があるな。ちょっと真っ暗いですしね。しかもキノコが出ました。この先に今のはプクプクですね。 U 字っていうか S 字カーブがありますね。この自動車免許でもこの S 字カーブって結構難しいんじゃないでしょうか。でこのね右と左に分かれる道があります。右
で、この左に行ったわらどうなるかというと、こんな感じで池があります。ヒュードロ池ですね。で、右のところにはね、一応コウモリも出ます。一応ここまで戻してくれるんだけど、ここにコウモリが出ております。今出てきましたね。で、この先にもコウモリが出てきて、こんな感じで行って一周みたいな感じのコースでございます。ちょっとみんなに遅れる。で、テレサちゃんとかもギミックで一応出てくるみたいな感じでしたね。ここにバナナ仕掛けたのは誰や。まあ一周回ったらこんな感じで、上手い人はこうやっていって、ここの間をねジャンプで越えてやるっていうやり方もありましたね。スペシャルカップの最後はレインボーロードになっております。ここはね一番長いコースですね。8デラックスにもリメイクされたと思います。これね、左に飛んだらショートカットできるんだけど、今回は普通にちょっとまず走ってみようと思います。で、ワンワンとかも普通に食べに来るからね。で、見てマリオのエフェクトみたいなやつ。この外のやつを見るのもいいよね。ピーチとかもねいますね。こんな感じにちょっと遠目にしたら景色もちょっとまた変わってきます。ズームアウトとかそういう機能もあります。これはキノピオじゃなくてキノコみたいな感じなのかな。前回普通に走ったから、今回はこのズームみたいな感じで遠くから見てみましょうか。で、テレサもいますね。で、ここ最初のところで赤コーラ持って、なんか爆ショートカットみたいなのがあるんだけどね、今回はしませんっていうか、できませんのでやりません。で、こうやって回ってワンワンぶつかってみましょう。こんな感じですね。ただこれだとちょっとワンワンが見えづらいですよね。これも今ワンワンに見えて、ドンキーコングとヨッシーとか、まあ、こんな感じにいます。全キャラクターいるのかな、こんな感じに。で、ほらクッパ様はあそこにいるからね、実を言うと。で、こんな感じでまっすぐ行って、バナナ引っかかっても B で大丈夫。で、他にはギミックっていうのは、こうやって変えていったらスピードメーターとか周りのこんな感じで、キノピオさんが前のネオンですね。いろいろ変えることもできます。で、私が使ってるワリオさんのネオンですね。さあ、もうちょっとで一周回れる感じかな。この音楽もいいよね。で、星が少ないよね、あの7と比べたら7枠いっちゃって、ここでクッパさんが見えるようになるのか。さあ、いよいよゴールになってきました。ワリオとかは見えるし、で、ワンワンもいると。いや、コンピューター今食べられなかった、まあ、そんな感じですね。じゃあ最後はちょっとショートカットを見せましょうか。私ができるやつを。 150cc はどんな感じだったかな。おいおい、ここでやるな。ここいい、連打でいい。こうやってやって、あそこに行ければショートカットできるんですけど、さっきバナナでやられたからやり直してみます。またバナナがあって、もう勘弁して。タイムアタックの補足で見せますわ。こんな感じにやって着地できたら OK です。ここにぶつかるのがベストですよね。こうやっていけるからね。でも、いつもタイムアタックだと私こうやってキノコ使ってドリフトみたいな感じでやってもらいましたね。ちょっと実況を撮ってる時はこうやってドリフトはしなかったけどね、ドリフトした方がね、もちろん早いです。バトル見せてなかったから、バトルのコースだけ見せようと思います。まあ、兄弟でいいでしょう。バトルは全部で4つあります。ビッグドーナツ、ブロック取りで、ダブルデッキ、摩天楼、4人までできます。ビッグドーナツやってみましょうか。ちなみにね、これ3人とか4人でやってて、こうやって負けるでしょ。負けた人は黄色いボムになります。で、他のプレイヤーに当たったら風船を減らすことができるみたいな感じのやつになれますよ。ちょっと見せますね、この周りを。こんな感じになっております。2人、ちょっとルイージが動かないのは相手がいないからです。誰もビッグドーナツみたいな感じで、なんで私落ちたんだろう。早く終わらせようとしたからかな。ちょっと当ててみるか。当たるかな。当たんなかった。命中率が悪い。 OK、 当たった。こんな感じの普通のところですね。7だったらここでなんかジャンプっていうか乗っていったりとかするのがあるんだけどね。ちょっと他のコースを見せましょう。で、勝敗がついたらこんな感じで1とか0とか。次はブロックの砦ですね。これも見せていきましょう。ブロックの砦を見せていきましょう。押してこれ落とせるんじゃなかったかな、違ったっけ。なんか違ったっけ。なんか落とせるような気がするんだけど、重量級とかだったら。なんかそれで遊んでた記憶もある。で、今1階にいるんだけど、2階がこんな感じの
ブロック登っていく感じですね。で、橋渡しみたいなのもできます。全部で3階建てになっておりますね。この上も上がれるし。だから一番上から緑コーラ下に投げて遊んだりとかもしてた記憶がありますね。で、私のこのベストポジションがね、この辺だったと思う。この辺でね、待ち構えてからね、いろんなところに逃げてた記憶がございます。次はダブルデッキですね。ここの記憶あんまないんだけど、地下に行くと緑コーラが多かったイメージがあります。で、上の方がこれ。上からさ、赤コーラとかも緑コーラとかもめっちゃ捨てれるからね、こっからもう投げ込みまくってた記憶ある。すぐ下にも降りれるしね。こんな感じでやって。あ、ハマっちゃったんだけど今、パクってたよ。もう私のね、コントローラーがね、古すぎてね、もう傾いてるからこのドリフトするのもめちゃめちゃ大変なんですよね。で、地下がこんな感じですね。この端っこにね、いた記憶もあるな、こんな感じで待ち構えて。敵が来る頃落ちるんじゃなかったっけ、違ったか。ほら、ルイジの左、緑コーラ通りましたよね。ちょっと次のコースやっていこうと。逃げるときはこんな感じでね、うまい感じで上に上がってね、逃げたりとかしてましたね。ドリフトをうまく利用して。摩天楼はね、難しかったね、最初は。真ん中、息みたいなやつが出てるような記憶があるんですけど、どうでしたっけ、なかった、ここ。いや、普通になかった。落ちるんだ。なんかブワーンってなるのは違うゲームでしたっけ。で、落ちるとこんな感じに風船がなくなります。しかもここスピードが速いからね、結構この左とかも行って、ここのアイテムとかもで真ん中通ったらあかんからね。どっかでリメイクされてんのかね。2番とかあってから今敵は何番にいるみたいな感じでね、やってて、で外とか、もうこれはね本当短期決戦でしたよね。すぐドリフトとかもミスったら終わっちゃうし、こんな感じ、逃げまくって逃げまくって、こう飛べると思うんだけどね。こんな感じで。では、本当にご視聴ありがとうございました。ほらちょっと無敵期間あるのか、無敵時間があまりない感じがする。すぐ倒せるんだ、すごいな。はい、ありがとうございました。